皆さん、こんにちは。久保淳一と申します。新宅には、受託者、委託者、そして受益者の立場で関わってきました。本日は、車両新宅についてお話しいたします。これは、 1957年に、小田急電鉄が新宿と箱根を結ぶ特急の車両として導入したロマンスカーです。白黒写真なので残念ですが、カラフルでスマートな車体、そして運行スピードの速さで人気を集めました。でも、新宅と何の関係があるのでしょうか。 実はこのロマンスカーの導入にあたっては車両信託という新しい制度が利用されたのですでは車両信託とはどのような制度なのでしょうか 背景には1950年代後半のの日本における油の逼迫があります。このため鉄道会社や鉄道車両メーカーが銀行融資によって鉄道車両の製作や購入に必要な資金を確保することがなかなか難しくなりましたそこで信託銀行業界は アメリカのフィラデルフィア・プランをモデルに車両信託を考案し鉄道会社や鉄道車両メーカーに提案しましたこの車両信託を契機に日本において動産設備信託が利用されるようになりましたではフィラデルフィア・プランとは どういういものなのでしょうか20世紀に入って米国では鉄道網が拡大し鉄道会社は大量の鉄道車両を必要としました。 鉄道会社が鉄道車両を調達する手段の一つとして信託された鉄道車両を鉄道会社に貸し付ける方法が考案されこれがフィラデルフィアプランとして日本に紹介されました車両信託の仕組みは次の通りです。 小田急電鉄が鉄道車両メーカーにロマンスカーの使用を指示し鉄道車両メーカーは使用通りのロマンスカーを製作します鉄道車両メーカーは製作したロマンスカーを信託銀行に信託します信託銀行は 信託を受けたロマンスカーを小田急電鉄に貸し出します。鉄道車両メーカーはロマンスカーを信託した見返りに信託受益権を取得します。次に。 鉄道車両メーカーは、新宅受益権を分割して投資家に売却し、その代金を受領します。こうすることによって、鉄道車両メーカーは、製作したロマンスカーの代金相当の資金を手に入れます。車両新宅について、いくつか補足して説明します。 小田急電鉄はロマンスカーを一定期間賃借した後に買い取ることを選択することができます。車両新宅の新宅目的は新宅を受けたロマンスカーを小田急電鉄に賃貸することおよび小田急電鉄が選択した場合にはロマンスカーを売却することとなります。 車両信託の信託財産はロマンスカーと小田急電鉄に対する賃料債権、そして小田急電鉄から受け取る賃料や売却代金となります。信託銀行はこれらを自宅者として管理します。 ロマンスカー賃貸中の資金の流れは次のようになります。小田急電鉄はロマンスカーを運行して収益を上げるとともに、ロマンスカーの賃料を信託銀行に支払います。信託銀行は受け取った賃料を投資家に分配します。 小田急電鉄がロマンスカーを買い取るとなった場合の資金の流れは次の通りです。小田急電鉄はロマンスカーの代金を信託銀行に支払います信託銀行は受け取った売却代金を投資家に分配します。 そして車両信託銀行は小田急電鉄からロマンスカーの賃料や売却代金を受け取り信託報酬とます。 管理や売却などににかかる費用を差し引いて、投資家信託銀行は受け取った資金を投資家に分配するだけで小田急電鉄が確実に支払うことができるかやロマンスカーがいくらで売却できるかを保証しているわけではありません。 信託銀行ではなく、投資家が小田急電鉄の信用リスクや、ロマンスカーの価格が下落するリスクを負っています。つまり、直接金融となっています。もし、小田急電鉄がロマンスカーの購入資金を銀行融資で調達するとしたら、次のような、 シンプルなものになりますなぜ銀行融資で 調達しなかったのでしょうかその理由は当時における銀行融資の難点にありますまず敗戦後の日本では急速に経済復興が進みましたそのため1950年代後半には金融が逼迫し 鉄道会社が銀行融資によって鉄道車両購入に必要な資金を確保することが、なかなか難しくなりました。また、もし銀行融資によって購入資金を調達できたとしても、小田急電鉄は最初から多額の借入れ利息を 支払わねばならないことになります。車両信託には次のようなメリットがあります。まず、投資家が実質的にロマンスカーの購入代金を負担してくれるので。

特急連車として運行することにより上がる収益から、ロマンスカーを買い取る資金を準備していくことができます。車両新捗はその後、他の鉄道会社による鉄道車両の導入にも利用されるようになりました。 また、車両信託の信託受益権は、当時厳格に規制されていた銀行預金の金利よりも高い利回りを投資家に提供することができたため、年金基金などの基幹投資家による資金運用方法として人気を集めました。最後に、 信託銀行は受託者として分別管理義務を負っていますので鉄道会社に貸し出した鉄道車両が信託財産であることを明確にしておかねばなりません。しかし鉄道車両には それが信託財産であることを示すことができるような登記や登録の制度というようなものはありませんそこで鉄道車両に次のようなプレートを設置して信託財産であることを表示します以上が 車両信託についてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。